よいしょ。はあ、外の空気が気持ちいい。でもまだちょっと寒いな。もうじき春なのに。日中はだんだん暖かくなってきたけど、朝晩はまだまだ寒いもんね。あ、転校生さん、こんにちは。どうぞ、足出しですか？え？ひな祭りの準備？おお、もうそういう季節ですよね。飾り付けはこの日なんですね。楽しみですね。あ、でも転校生さんは男子なのにどうしてやっぱりお手伝いでしたか。頼りにされてるんですね。私ですか？はい、もちろん参加したいです。あ、でも委員会の仕事もあるので図書館を離れるわけにはいきませんよね。全校生徒のイベントなら図書館を閉めても問題ないかもしれませんが、ひな祭りは女の子のお祭りですもんね。私が委員会の仕事をしてないと図書館を利用したい方に迷惑かなって。すみません、転校生さん、せっかく誘いに来てくれたのに。ありがとうございます。はい、またいつでも来てくださいね。できることがあればいいのに。あ、これすごくいいかも。よいしょ。こんな感じかな。本の通りにはできてないけど、これはこれで可愛いかも。処理しておきますね。さて、続きあれ、転校生さん、いつの間に。ああ、もうこんな時間なんですね。私ったら夢中になりすぎて。あ、これですか？吊るしびなって言うんです。この間、転校生さんが帰った後にたまたま作り方の本を見つけたんです。ひな人形と違っていろんなお人形があるんですよ。鳩とか犬とか。でも何でもいいわけじゃなくて、一つ一つにちゃんと意味があって、赤ちゃんが元気に育つようにとか、厄払いとか。ありがとうございます。なかなか上手に作れないんですけど、これなら図書館を閉めずにひな祭りの準備に参加できると思って。転校生さんもどうですか？作ってみますか？そうですよね、さすがにお裁縫は。え、いいんですか？それじゃあお人形とお人形をこうやってつなげてもらえますか？お、すごく上手です。安心してお任せできます。転校生さんがみんなに頼りにされちゃうの、すごくよくわかります。当日はどうか、この吊るし雛も飾ってください。